今回のスピーチューブは最近オープンした焼肉屋さんをご紹介いたします。 JR 中潮駅から徒歩すぐの肉屋さんです。こちらランチがめちゃめちゃ安いということで行ってまいりました。そしてなんとこちら御膳箱がありますね。はい、皆さんこんにちは。今日はね、中潮駅から徒歩5分ぐらいの距離にあるこの焼肉店、毎回焼肉でね、申し訳ないんですけど、最近ね、岡山本当に焼肉屋さんがね増えましたね。まあその増えたんですけど、すごいお手軽でいただけるお店が増えたかなと思います。今日は本当にあの中潮駅からすぐの、場所に来てますね。もうこのずっと向こうが中潮駅なんですけど、ずっと歩いてって今日はこちらのお店に、お邪魔しようかなと思います。肉屋さんっていう名前なんですね。肉と鉢と山、肉屋さん、覚えやすいですね。で、今日はね、あのランチメニューがあるのでいただこうかなと思います。3種から、5種ね、その下もなんかいろいろとありますね。で、通常メニューもあります。まあ、物足りなかったらこれにプラスアルファとかそういう感じでもいいんじゃないですかね。今日はこの1000円以内でいける3種をご紹介しようかなと思います。それでは始まります。じゃあ早速入っていきます。撮影許可いただいたので、はい、行きましょう。ね、失礼します。はい、個室ね、一人焼肉。はい。で、今日はご紹介するのがこのこちらの選べる焼肉定食。牛から1品、豚、鶏、ホルモンから2品を、お選びくださいということなんですね。はい、ご飯が超大盛り無料ということですね。ちょっと以前もね、大盛り他のところでね頼んで大変なことになったので、ちょっと今日は控えめでいいかな。はい、じゃあ注文、選べる焼肉定食を3種で、ほぼやります。牛はやっぱ辛みとかがさっぱりして美味しいです。あ、じゃあ辛みでほぼやります。で、どうしようかな。おすすめでしたら旨辛豚。あ、じゃあそれと、はい、あとホルモンで、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じで蒸してねいただけるということで、完全密閉密室スタイル、これからのね、あのシーズン、こういうところでねゆっくりされていただくっていうのもいいんじゃないですか。メニューをねざっくり見ていきましょう。まあ、チャミスルがねあったりするわけですね。はい、あ、はい、ありがとうございます、ね、メニューもいろいろとあります。で、結構ね、リーズナブルな感じですね。399とか499、ね、やっぱ学生の町だけあってね、お安めな感じですね。で、さらにね、ドリンクメニューも結構ありますね。なんか居酒屋さん並みにあります、ね。まあ、電車に乗ってこの場所まで来るのもそんなに苦ではないと思うので、
横にあるのはニンニクと、ニンニクと、あ、唐辛子ですね。で、この肉を分けるときの鶏皿と、またそれにちっちゃいタレの、タレを入れるお皿かな、トングもあります。すごいなんかデラックス感というか高級感があるで、結構ねボリュームがすごいです。このお肉ね、880円なんですけど、ね、もうこれだけでも880円超えそうな感じです。ちょっとねご覧入れていきます。またこうすることによって、ね、すごいなんかお得感がさらに増しますね。ね、いいですね。というわけで、まあ、こんな感じですね。旨辛豚が真ん中で、で隣がハラミでホルモンになってます。でこれが特製ダレ、ね、なんかしっかりニンニクつけたくなるような、まあ、そんなタレですね。感じでございます。はい、じゃあ早速ね焼いていこうかなと思います。早速いただこうかなと思います。まず焼き豚から、まあ、全部焼いてますね。うま辛焼き豚です。しっかりつけて、
じゃあいただきます。これもいただきます。あ、うまっ、うまいなこれ。お会計しようかなと思います。あ、すみません、お会計でお願いします。お会計でお会計です。レシートか領収書お願いします。すごい美味しかったです。ちょっと出てからね、今日のまとめをしましょう。はい、逆光だな。はい、というわけでね、今日は肉屋さんにね、行かせてもらったんですけどね、なんか旨辛豚っていうのがね、個人的にはすごい良かったなと思います。なかなかね、置いてない店も多かったりするんですけども、またこの、ね、中庄駅前の近くにあるってことで、ぜひ皆さん行ってみてください。値段もね、1000円払えばお釣り返ってくるっていう、そんなレベルでございます。まあ、ちょっとね、ご飯の量もうちょっとあの並盛りだったらちょっと物足りなかったですね。もうちょっと多かった方が良かったかもしれないです。今度はなんかちょっと量多めで頼んでみようかなと思います。というわけで今日ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。